輿入れの話お聞きになりましたか？もちろん私たちのところでもその噂で持ちきりです。お約束があったとはいえ取り潰された家の姫、家中に反対されても若様は頑として譲られなかったとか。では雪の城様のお心は変わらずに。まあなんと心打たれるお話でございましょう。若君は男前ですから妬む女中もおりますが、相手は初々しいお姫様、門出を祝いたくもなりまする。噂をすれば桃姫様。あれあれ、何やらただならぬ雰囲気。桃姫様、なんともったいない。早まってはなりません。仏道と申しても悟りを得るのは難しいございます。ましてや見るからに可愛らしいお姫様、どうして同心剣豪に出家を遂げられましょう。浮世に心残りはありません。これも仏様のお導き、考え抜いた末に決めたことです。これは桃姫様、悪いご了見、お泊まりくださいませ。尼になるなどとんでもない。止めないでおくれ。何があろうとこの決心は変わりません。まもなく祝言だというに、何故心変わりなされる。もしやこたびのこと雪の城の罪滅ぼしとでも我が真心を疑いか、それともこの雪の城にお気に召さぬところがおありなのか。ならばおっしゃってください。あら、雪の城様に不足などありましょうや。天涯孤独のわらわを引き取り、その上懇儀のお申し出、本当にもったいないこと、感謝の言葉もございません。しかしながらこのまま幸せにはなれぬのでございます。己の悪行を悔い、今度こそ改心して御仏のお心に添いたいと思い立ち、是旅の途中で果てるとも知れず、これを最後とご挨拶に。あなた様にはぜひもう一度お会いして話しておきたかった。悪に強き者はひとたび改心すれば善にも強きと申します。出家を決意したこの場に来合わせたのも仏縁の導き。桃姫、それではどうあってもその姿を変えられて出家得道すると申されるか。伊豆那仁九郎の野望に巻き込まれ一旦は離れた魂も、不動様のご帰得によりこうして元通りとなりました。今になって思い起こせば、わらわを助けんがためにあの方は進んで地獄へ行かれたような気がしてなりません。そう思えばあまりに不憫で、いても立ってもおられず、せめて今より髪を上げて御仏にお仕えし、あの方の罪業が少しでも軽くなるよう終生を追善供養に当てたいのです。無理を押してのこの願い、どうかお聞き届けくださいませ。仁九郎にゆかりある愚僧がこのような時に訪ね来たのは、まこと仏縁の導きに違いない。あの男のこと、地獄にいようとこれを知れば、いらぬお世話と悪態をつくに違いありませんが、あやつを救う手助けができれば、修行の旅の良き花向け。桃姫様、愚僧が10年をお授けいたしましょう。桃姫の心地よき小姉で響く南無阿弥陀仏の称名や、果たして地獄の仁九郎の耳に届きましょうか。罰当たりの過ぎる男ゆえ、称名エコーも甲斐なく、見事地獄の鬼を出し抜いて
浮世に化けて出るとも不思議ではありません。さて、怪力乱心を語るべからずとは先人の禁言されば、諸人の安寧願い。おぼろ剣百鬼夜行、大略を弁じまして、これにてご免こむります。